お疲れ様スラットです。今日スラはこちら、マジアチャゴブリンドリルやっていきます。さあ現環境のね、マジアチャデッキこちらですね。はい、ドリルです。あのウォールブレイカーがいないです。はい、昔はマジアチャウォールブレイカーねものすごい強かったんですけど、まあここ最近あのダガーガールですね、はい、このタワーユニットダガーが強すぎるがゆえに、はい、ウォールブレイカーのね、居場所は存在しません。はい、なのでウォールブレイカーの代わりといってはあれですけども、まあ、ドリルね、はい、まあ、流行ってますんでやっていきます。でこのデッキ自体は、まあ、世界上位でそのねマジアチャのプロみたいな人がいるんですよ。本当に一生マジアチャを使ってるなんかレミリっていう人がいて、まあ、そのプレイヤーがね、使ってるデッキですね。よいしょ。マジアチャオールブレイカーで1回世界1位フィニッシュしてたかな。はい、というわけで、まあ、デッキの完成度は高いんじゃないでしょうか。スケヤリゴブっていう、まあ、あんま見ない。スケヤリゴブ。よいしょ。ちょっと回転早めですね。で、進化カードはテスラです。はい。テスラとスケです。めちゃめちゃ防衛寄りです。はい。攻めとかを考えるなら、まあ多分、進化ナイトになるんですけど、よいしょ。ここ最近はね、もうね、守れたら勝ちみたいな。やばい、ナイトが出ない。よいしょ。攻めはね、本当にドリルで確定ダメージです。言っちゃえば。はい。絶対入ります。なんなら攻めトルネードも、攻めウッドもあるんで、マジックアーチャーもあるんでね、このデッキだったら。絶対入ります。だからこそ、まあ、守れればいいよねの、防衛ね。はい、専用、進化テスラです。守れんでね。おい。おい。で、ヤリゴブリンはね、ヤリゴブリンはね、弱いでさえ。これ本当にヤリゴブリンなんかと思うんですけど、まあ、ヤリゴブらしいでさえ。ちょ、進化2枚来た。手札。もったいねえな、雑音作の。まあ、テスラ置いとくか。はい、こんにちは。もうほんと、進化テスラ、進化好きあれば、もうマジオチ警戒ですね。止まるんでね、なんでも。なんでも止まります。突破できないです、これ。ザップ打っても、なんか進化好きよくはみ出るんでね、最近。で、適当に攻めまして、ウッドまで行きまして、ボンバーが強えが、まあ、関係ねえでしょう。いやー、マジアチャいいね。さあ、マジアチャに、進化ザップ使ったら、この下のね、マジアチャがいきます。あー、ライトニングよろしくない。まあでも、トルネで、耐えれないか。耐えれます。いやー、これがね、マジアチャの強みをね、かつ残ってるんで、こういうのはね、いっちゃってもいい。で、攻めとるでね。気持ちよくなりましょうよ、皆さんで。ほいー、やべ。ほいーっつって、やべ。いや、でも、さ、無限マジアチャで、マジアチャが行かれても、まあ、テスラがあります。っていう、このね。で、早くも進化助けです。やべ、ザッと取れそう。いや、強っ。でさ、残り物にはユニットつけてドリルからのまた攻めとるねもあるが、めっちゃいいダガー来たな。マジアチャはさすがに届かないか、この距離。いや、こういうのはね、もう延命してあげて、さ、進化テスラこんにちは。延命ね。はい、マジアチャきついね。なんなきゃいけない。で、ドリル飛ばして、まあ、フェニーがいるが、あのボンバー飛びそう。マジアチャ？いや、トルネしてもよかったな、これ。してもよかったが、まあ、しなくてもいい。さあ、いや、マジ、カッチコチ。どんどん行こう。なんだな、これ、マジアチャ？こんにちは。で、攻めトルネは、負け筋な気がした。だいぶ怪しい形が、組まれている。下がってもらって、一回。ライトリング使われたんで。で、やりゴブ出して。うまい、それうまい。いや、でも、でも止まるんです。ダメージの余裕が意外とね。おや？いくよー。トルネしたい。めちゃんこトルネしたい。
ドリルしたい。うわこれやばい、入らないの。オブラのドリルがさあ入るんですよね、はみ出て。危ねえ、ちょっと危なかったか。春雨みたいな人さあちょっと危ないが、まあまあまあライトニングからの進化ザップですから、まあ十分でしょうっていうね。はい、ドリルでまちまちま削りつつ進化テスラスケで守って、最後はマジアチャです。まあマジアチャ射抜きたいだけですけどね、このデッキ本当に高回転で射抜くことしか考えてない。ボンビー、まあナイトから行くか。もう今ボンバーだらけなんだね。射抜きてー射抜きてー、あのナイト。早えなこのマジアちゃん。いやでもでかっ、結構入るぞ。痛い、えそれ入んのやばい。でこれはテスラがね、はい、最強なんで、やっぱテスラをいかに延命するかが鍵になってきます。テスラさえ残っとけば絶対止まります。まあ最悪テスラが、まあ、さっきみたいなライトニングとか、まあ、ファイボとか壊されたら緊急ドリル防衛もあるんで、守りに関してはね問題ないと思うんですよね基本はね。さあナイト、トリトンもいたね、まあ、普通にジャイカ、ヤナメの最近の流行りのジャイカな。よいしょ、マジ打ちの角度で、お止まんねえの。痛い痛い、え、テスラ置いときゃよかったっすね、おとなしくねいやテスラを蹴散らないようにしよう。うん、やっぱ回転も早いし、最悪テスラ使った後にジャイ来ても、まあトルネモドリルもあるんで、ガンガンテスラ使っていくか。今テスラ蹴散った瞬間なんかきつかったな。さあテスラ置いて、さっきと同じデッキか同じようなデッキしかいねえかな、それまずいね。あもうそれやばい、やばいやばい、あいつやばい、あいつは問題児、やばい、マジ問題児だボンバっちゃって進化本に夢つかまれてるって。いやー耐えれるよ絶対、鍵やばそんなおもろい竹なる。いやこっからですよ本当にね、楽しみは。トルネがね、でかっ、頼む、耐えた耐え、耐えて耐えてよ、ちょっと待って同じやん。いや夢つかみ、あーもうもういやこれは勝たなきゃいけない、勝たなきゃいけないやつさえ、序盤のヘッポコダメか、あのヘッポコダメいらないっすわ。はい、ちゃっちゃテスラ置いて、テスラライトニング打ったらマジアチャが最強ですよ、まあ、この仕組みね、はい大事です。もうジャイしか当たんないかもしんない、ジャイ以外がいいな。今日の試合対ジャイアントしかない可能性もあります。さあナイトがいてもジャイです、今の時代はね。さあ、いやマジでマジで言ってるか、マジでジャイアン、まあ、一応エレジャイとかの未来も
いや、ジャイカ。ナイトフェニックス。抜いちゃえる。いや、でけえ、これ、正直。いい攻め来てる。許して、禁忌できるか。ユニット追加やめて。でかい。え、でかすぎん。これいらねえか。まあ、ビビってウッド転がして、さあ。もう対戦相手ジャイアント縛り、何があってもジャイしかいないっすね。最近流行りのね、ライトニングやナムジャイですね。まあまあまあ。まあゆっくり行きますか。進化スキャンな。いい流れだ。デスラ置いちゃっていいの。まあドリルでもいいしな、この後。ないとか出ないからの緊急進化テスラ。このさ、スタンみたいなめっちゃ強くね。今のいくよ。まあここは入らないらしい。いや、ちょっと入りそうだった。これ行っていいのか。ほら、ヤンキーすぎる。これが負けすし。いや、でもここでライトニング使ってくれんなら、低めのテスラがね、最強です。マジ強えな。さあ進化テスラ、こんにちは。でウッドでね、無理やりね、ゴブリンはみ出しさせて、はみ出て、トリトン何してんだお前。トリトンすげえ寝てなかったか。はい、抜きたいです。やべ、下手っぴ。射抜くの下手なやついた。いや、でもこれめっちゃいい流れじゃない。ジャイ下がるもんね。しかもで、この後が巻き筋ですね、これ。これ守れるかな俺。守るんです。さすがに止まりそう。いや、このなんかスケヤリゴムのなんか絶妙なちまちま具合もいいね。さあ、もうこっからはね、無限ドリルラッシュ編が始まんのかこれ。もう一生ジャイアントこっち来ないっす。え、マジで強っと思ったけど、あれ、お、なんか負ける流れもあるか。もしかして負ける流れもあるの。おや、面白い流れにはなっている。いや、でも今みたいな。ヤンキーしても止まりました。はい、おえー。もうジャイ下げてね、ドリルで時間稼いでジャイ下げて。こういうのもあります。はい、もうジャイしかいねえんだよね。いや、でも最後の方はね、もう一生マジアチャドリルトルネウッドしとけばいいと思うんですよね。こっちに来さしちゃね、終わりな気がする。さあ、テスラのバナーですが、あなたは一体何を使ってるんだい。ポチッとな。え、枯渇？
渇なんてことあんのか。枯渇だったら、おーおーおーおお、まさかのまさかのプリンセスミラー、俺以外で使ってるやつあんま見たことねえぞ。やばい、クロスか。引きこもりの匂いがすんな。いや、ディガっぽいか、なんかいたっすよね。いや、うまいこんなデッキ。なんかで見たな、バルキリーとかいない、いないんか何これ、くんの橋のハイプリンミラーで、さすがにか。いや、まあクロスか。いや、めっちゃクロスっぽいけど、え、なんだこれ。でもクロスだったらだいぶ渋いね今。なにこれ、橋前プリンセス企画来た。え、なんか LSP ファイスピースケナイト、なんだこれ、マジでプリンや。なにこれ、なんのデッキこれ、誰か教えて、助けて。なにこれ、遊ばれてる俺。え、マジでプリンしかないみたいなオチあるこれ。え、さすがにない。いや、やば、もうロキ削りただのロケ削りですよ。やばい、クロスボウ入ってるオチあるかな。いや、それクロス出せよってなるか。すらやだ。え、どういうこと。マジで一生でロケットで削られるやつ許さない、そんなの。はみ出ろ。さすがに、えら。でもこちらトルネがありますから、ね、いや強い、そのスタンで止めんの、やば、マジ強。ロケミラー、いやー、これドリルね。これテスラ射抜けるんじゃね、射抜けないらしい。でもドリルはみ出てるわ、ラッキー。フットのダメージとかトレのダメージわかんねえな、こちらちや。はい、さあ恐ろしいデッキ来たな。やばくない、何これ、クロスの枠がミラーみたいな、やっばすげえストイックな配信者いたな今。やば、プリンとロケで削ることしか考えてないねえ、恐ろしいな今の。さあ、まあいってらっしゃいゴブリンドリル、ボンビー、え、強っ。縦線、ああ、まあ縦線型のゴブリンドリルも一応いたのはいたっすね。え、強っマジアチャってインチキすぎん、ラバなんや、最悪や。じゃあラバなら話が変わんない。頑張れ。いや、まあいいんじゃない、タイトルなんじゃない、
さあ、縦線ボンバーファイボザップラバか。なんかやだね。なんか削り強えな。ドンピシャにハマってはいるか。ファイボザップ。まあここボンバーね。はい。まあ多少入るでしょう。はみ出ろ。はみ出ろ。まあここはいいんですよ。ガゴか。そしてまあテスラが強くはあるか。テスラを延命してボンバー裂いたら進化スキいってもいい。うざそう。進化テスラはある。まあドリル単発嫌っすけど、飛ばしとけば多少毎回入ってんだよ。はみ出て、回転速いからさ、意外と。あ、やり込み残った。これ強くね。でこれで確定で入る。頑張れドリル。最強進化ですら。これ強くね。この進化ですらやばいよ。今ファイブ使ったやん。ナイトドリルマジアチあります。もう一発あります。ウッドけんね。いや危ねえな。いやでもファイボザップマジアチアリゴムにパンパン打たれるだけでね、苦しいようにも見えるが、だいぶマジアチアのねこの回転が速いんで、ラバ側がついてくるのしんどそうではあったか。あ、進化テスラよかったな。進化テスラなんだよな。意外とね、いいのが。さあ、まさかのゴブリンバレル来る。いや、枯渇はちょっと美味しいか。やめてー。足前プリン。さすがに来るか。射抜きます。もう射抜くこと以外考えるなぐらい。デュート。いや近畿でけえ。やばい、来る気はしてた。うっときそう。2発なら許す。危ねえ。やりこぶ低めに出しといてよかった。さあ、最近ちょっと生まれてるダガーガールプリンセス枯渇や姫と王がね共存する世界。
いやー、まあ犬蹴れば勝ちだな。ボムやばいね。ドリル嫌いすぎるやん。犬いてよかったな、もうちょい早めに。いや、いらんかったな。やべ。え？疑惑の進化スキルが消えた。ロケかポイズンかを知れたらな。ポイでしたね。あ、熱いなそれ。ポイズンになるだけでだいぶ戦いやすい。それしかせんやん。うめえな、うめえな。ちゃんと基礎は学んでるようだな。え、うますぎるその声。応用まで学んでんの。高めリートプリ来るよね。うまいね。うますぎるぐらいに。犬来てよー。もうボムが強い。マジアチャ取るにしてやな俺は。もうそんだけっすね。あと この手札の時にさ、あれが欲しいよな。ないとか。もついそれよくないな。強すぎるそれ。え、ボムポイズン強くない？高めリトプリ。ごワンチャンあります。え、ボム強すぎる。え、一生ポイズンと削りされて終わったんやけど。まことですか。アントレオじゃねえわ。あいつ強えんだよ、リトルプリンス。え、さすがに強すぎたな。ボム枯渇ね。というわけで、マジアチャ好きの方にはね、はい、おすすめのマジアチャドリルです。皆さん、ぜひ触ってみてください。よければ、ちゃんと効果も押し出すと、おっしゃまだね。